週も始まりました週刊レッスルワン TV。 今回のナビゲーターはレッスルワン公式サポーターチアワンの西原恵子がお届けするで。今週のレッスルワン TV はタッグリーグの決勝進出チームが決まる公式戦、ストロングハーストの対抗戦が白熱した10月8日札幌大会の速報やで。そして欠場中の橘聖吾選手が登場する特別企画もあるみたいやで。ほな今週もこのコーナーから行きましょうか。10月8日北海道すすきの丸スジム大会第5試合はレッスルワンとストロングハーツの対抗戦、6人タッグマッチ。この試合トンショがストロングハーツの猛攻を浴び先手を取られるも、シーマの串刺し攻撃を回避するとミサイルキックで反撃ののろし。そしてアンディ、パンテーラが続きシーマのお株を奪うこのポーズ。さらにトンショも加わりストロングハーツを挑発しますが、反撃に転じたシーマが本家のポーズを披露。その後はストロングハーツが主導権を握り、トンショに集中砲火、ティーホークのスパインボムが決まると、シーマ、リンダマンが抱え上げ股間を鉄柱へ。さらにガラ空きのボディにフットスタンプを投下。しかしトンショも意地のキックアウト。そして己を奮い立たせティーホークにエルボーを連打。強烈なチョップを食らっても円錐切りで突破口を開きます。するとトンショの健闘に触発されたパンテーラがルチャの妙技。シーマ、リンダマンを手玉に取ってみせると鉄柱越えのトペコンヒーロー。そしてリンダマンに照準を定め怒涛の連続攻撃。完璧に顔面を捉えたトラースキックの三重奏はシーマのカットでカウント2。ならばとトンショスワンダイブで飛び込むもシーマが迎撃。再びトンショが劣勢となりますが、リンダマンの追撃を振り切り電光石火の丸め込み。しかしこれでも3カウントは奪えず。するとここでストロングハーツが素早いタッチワーク、ティーホークに試合権利が移るとカウンターの膝。さらにシーマがコードブレーカーで追撃を仕掛け、リンダマンも高角度のジャーマンをお見舞い。そして一気に畳みかけたティーホークが裏地獄。トンショこれはなんとか自力で返しますが、ケルベロスが直撃するとついに力尽き、カウント3。北海道初上陸となるストロングハーツが対抗戦を制しました。外に膝ついてる若干19歳子供のストロングハーツ対レッスルワンっていうのは、お前と俺のシングルマッチからスタートしたいな。ああ、でもよ、6月から6、7、8、9、4ヶ月なんで僕は何が変わったんや。おい、俺らが攻めっぱなしやぞ。ああ、お前が何か言いたいことあるんだったら特別に今日は機嫌がいいから、何でもしないけど、はい、何でも聞いてくるから、何かあるんだったら言ってくれ。ストロングハーツとレッスルワンの戦いは俺とシーマあんたから始まったんだよ。ああ、そうだ。こんなに負けっぱなしで俺はいられねえんだよ。シーマ、次は俺とシングルで戦う。おい、シングルやと。まあよ、もとでお前と俺から始まったんや。なあ、俺らも T ホークリンでもまだやる気満々やからうだうだしてるわけじゃない。レースには他にも ALS がいっぱいいてるんからよ。お前みたいな若造、いつまでも相手知らねえんだよ。でもな、まあもしかしたら5年後、10年後、お前がレースワンのトップ立つ可能性は 0% ではないからな。俺も鬼
俺は腐ってもシーマや。21年間この業界で生きてきたんや。とんでもお前のシングルマッチやるにはなんて一つ条件がある。俺が考えてくる条件、何でもお前が飲めるって言うんやったらもう一回シーマとシングルマッチやるやんか。どうや、その答えを聞かせてくれ。何でもやってやるよ。おお、若いね。何でもやってやる。言いましたね、皆さん聞きましたね。チームの夏条件、何でも止めるみたいから。10月24日、コーラゲンホール、7時開始だ。19時キックラッシュ。ストロングアートテーマ曲がなって、俺たちがリングに上がって、俺がお前に突きつける条件をしっかり皆さんの目の前で発表するからだ。それですね、これお前が飲めるんやったらチーム対とんどころシングルマッチ決定だ。いいか、もう一回言うと、お前はシーマが出す条件を何でも飲むって言ったんやから、もしかしたらお前アイコンだから。そうした可能性だよな。おい、それがお前の殺人だろ。大したもんだよ。まあよ、24日のけんな。24日後楽園ホール、楽しみにしておきよ。上海に帰って山本も含めてみんなで会議しましょうよ、会議。俺そういうんだから、とんでもだ。最後のお前、熱を同じくバッと締めとけ。俺が必ず志摩がスリーマッチ取ります。皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。セミファイナルはレッスルワンタッグリーグ B ブロック公式戦、近藤修司土井浩二組対河野正幸納谷幸雄組。両チームここまで2戦2勝、勝利したチームが決勝進出となる注目の一戦は、タッグ王者の意地を見せた土井が北の大地で大暴れ。パートナーの近藤は右腕を攻められ苦しい展開を強いられますが、土井が助けに駆けつけると河野にツープラトンブレインバスター、さらに納谷には破壊力抜群のラリアット。その後近藤と河野のトリガー対決に突入すると、壮絶な打ち合い。右腕のダメージが大きい近藤は競り負け、河野が怒涛の畳みかけ。近藤変形ファルコンアローを返すも、腕十字三角締めが決まり大ピンチ。完全に動きを封じられますが、ここは土井のカットに救われます。すると息を吹き返した近藤は正面突破を狙い、キングコングラリアット。しかし河野もビッグブースで迎撃するや、強烈なニーアタック。執念で肩を上げた近藤は追撃を許さずラリアットで応戦。そして河野が飛びつき式腕十字を狙うと、強引に抑え込んでカウント3つ。泥臭くも白星をつかみ取り、タッグ完全制覇へ王手をかけました。なんで分かったぞ。おい、俺ら見ての通りタッグチャンピオンなんだよ。おい、負けらんない。もちろん予選全勝で決勝だ。おい、10.24 後楽園決勝もちろん勝って優勝だ。まあこの後誰が上がるか決まるだろうけどよ、タッグチャンピオンとして俺は負けらんねえから必ず優勝する。以上。メインイベントでは
カズ林、ペガソイルミナル組と曽山ナブ、稲葉大輝組が激突。 A ブロックの決勝進出チームが決まる注目の公式戦は、カズが曽山の腕にピンポイント攻撃を仕掛けると、ペガソも変幻自在のムーブで W07 を翻弄。そして三角飛び式トルニージョが鮮やかに決まり、一気にフィニッシュへ。稲葉の突進をかわしたカズは顔面に容赦ない連打。ペガソがファイヤーバードで曽谷に急降下すると、カズも稲葉にダイビングボディープレスが、これでも3カウントは奪えません。稲葉とカズ、ハンドスプリング式レグラリアットを発射して追撃のトラースキック。そしてとどめのファイナルカットを狙いますが、粘る稲葉が切り返し万字固め、渾身の力で締め上げ、リング中央で完璧に決まると、カズはたまらずギブアップ。 A ブロックの決勝進出チームは曽谷稲葉組となりました。10月24日すごいタッグリーグ戦優勝戦、タッグチームチャンピオン相手の格好しですと 10.24 ゴールでゴール、あんたなら勝ってそのタッグ取れる時挑戦させてもらう。俺と稲葉でそのレベルを任せてもらうぞ。全勝したぞ。 あと一つ 10.24 ゴールでゴール、確実に稲葉の信頼度のパーセンテージは 45% から確実に上がってる。ありがとうございます。 50% だ今。これは 50% 若いより 50% ということは、はい、半分信用してて半分信用してないってことなんだよ。今までは全然使用しなかったってことなんだよ。この 5% が大きかったんだよ。あと1試合しか残ってないのに。いいんだよ、いいっす。それでも勝つ、はい、それでも負けるか、お前を信用するか、はい、お前を信用しないか。信用してください。どっちかと一緒だよ、はい、50% なんだよ。おい、どうせよタッグリーグ、あいつらが決勝だったらよ、ベルトかけろベルト。違うか、どっちでもいいぞ。タッグリーグチャンピオンもかけましょう。ああ、タッグリーグもタッグリーグチャンピオンもかけろ、両方とも。ああ、やってやるぞ。どっちでもいいぞ、かけなくてもかけても。かけなかった場合は2回ぶっ倒しちゃうから。すすきのめっちゃ熱くしたタッグリーグの公式戦決勝の舞台に勝ち進んだんは、A ブロックが曽谷選手、稲葉選手組、そして B ブロックがタッグチャンピオンの近藤選手、土井選手組やったで。そして札幌大会の結果を受けて、10月24日後楽園ホール大会の全対戦カードが発表されたで。レッスル1タッグリーグ2018優勝決定戦のほか、ペガソ選手が芦野選手に挑むレッスル1チャンピオンシップが正式決定。さらに特別ルールが気になるトンショ選手とシーマ選手の一騎打ちもあるで。アンファンテリブルとストロングハーツの刺激的な初遭遇や、カズ選手と佐藤選手組 VS 丸藤選手、アンディ選手組など、どのカードも見逃されへんな。
さあ続いては現在欠場中の立花選手が何やら怪しい動きをしとるみたいやで、レッスル1TV のスタッフが立花選手に呼び出されたみたいや。それではご覧ください。やっと来たかてめえこの野郎、遅いんだよこの野郎。ああ、まあ、はあ、なんだお前その声。呼び出した理由はよ、今俺はよ、まあ分隊で復帰したけどまた欠場しちまってよ、まあ今の今まで何もできなかったよ。だからよ、まあ最近ようやく腕も私生活には支障ねえぐらいになってきたからよ、無理のねえようによ、これからよできる範囲のことしてやろうと思ってよ。あくまでお前これはレストランのためだよお前、俺からのけじめだこの野郎。これはよ、けじめつけるためレストランのために TV を盛り上げてやるからよ。だからそのためにてめえら呼び出したんだよ。飛んじゃねえよ、まずリハビリの成果ってまだ何もやってねえんだよお前。大体まずスーツの上からだからそんな分かんねえだろ。大きくなってねえよ、変わってねえよ、むしろちっちゃくなってんだよ。バカ、どう撮ってんだよてめえこれ。なんででかくなんだよお前。だからスーツ着てるから分かるわけねえだろがよ。ふざけてんのかてめえこれ。だどお前なんだその撮り方この野郎。だからよ、レストランのためによけじめつけるんだよ俺が。だそのために俺のまあなんだ、まあ、例えばリハビリの風景とかだよ撮ってよ、レストラン TV 盛り上げてやろうってことだよ。ああそういうことだよ。でそのファンのやつらにもよその風景見せてやるってことだよ、 TV を通じて。ああそういうことだよ。ああ分かったか。これからよリハビリをするからよ、今から準備するからよ、お前らよく見とけ。いや、リハビリに普通も何もねえだろ。リハビリはリハビリだろ。あ？面白いリハビリって逆になんだよ。普通に俺がリハビリするからよ、お前らそれを取れっつってんだよ。見たがってんだろ、お前ファンのやつら。いやお前待てよお前、普通にお前あれだろ、そやとかよ稲葉とかお前やってんじゃねえか、練習風景なんかあげてとかよ。うん、あ？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 じゃあお前これダメってことか？あ、うんじゃねえよてめえこの野郎。あ、じゃあお前リハビリなんだ、とんねえってことかよ。やったてってなんだよ、意味ねえじゃねえかお前それじゃあよ。いやそういうんじゃねえんだよ、そういうんじゃねえんだバカ野郎って、ね、ごめん。復帰に向けてんだよこれもよ。 なんだてめえ納得いってねえ顔してんだよこの野郎。じゃあいいよ、後でやるよリハビリはお前。じゃあもう一個俺は考えてくからよお前、さっきのとこ戻るぞこの野郎。はあ、なんだよ。まあお前らにはつまんねえって言われたからよ、まあ、もう一個俺考えてんだよ企画としてよ。これだよ。読めんだろお前、俺の復帰記念グッズだよ。わかるかこの野郎。まあこれを発売するよ、俺の復帰にと同時タイミングでだよ。
で、まあ、まあ、T シャツでいいな。まあ俺は一個もうデザイン考えてあるんだよ、 T シャツは。まあこういう感じだな。ここに市内だな。市内。ここに A の市内を入れるんだよ。でお前この辺にまあいい感じにバッてあるんだ。いい感じにな。いい感じにバッてあんだよ。真面目にやってるよお前。バカかお前。このかっこよさが分かんねえのか。バカお前まだ終わんねえよ。でお前この裏面にだよ。この T シャツの裏面にお前もうとんでもねえでかいハンニャを描くんだよ。とんでもねえでけえぞお前このハンニャは。この T シャツ全部埋めるぐらいのハンニャを描くんだよ。どうだろう。ふざけてねえだろ。お前真面目に言ってんだよ俺は。このかっこよさが分かんねえのか。なんで消さなきゃいけねえんだよ。なんだろう。なんだよ気に。まあまあまあ、じゃあなんだよ。お前らなんかあんのかよ。なんだよお前ら。なんもねえのかよ。なんでお前ら消せっつったんかお前。何てめえあくびしてんだこの野郎。おいやっちまうぞてめえこの野郎。なんだよ。なんもねえのかよ。なんで消せっつったんだよ。あ、なんでお前別のアイディアとかって言ったんだよ。お前らからなんか一個ぐらい出せよお前。じゃあよ。はぁ、あ、じゃねえんだよ。おいなんだてめえら真面目に。おめえらのがよっぽど真面目にやってねえじゃねえかこの野郎。まあじゃあ今度はじゃあここにどでかく俺の顔だな。でまあいい感じにすんだよ。あ、お前、あこれじゃあお前消してお前次俺が書くまでになんかお前思い浮かんでなかったらお前やばいぞお前。お前一個ぐらい出せよ。じゃあお前一個ぐらい出せよ次お前やる前間によ。なんかねえのかよ。なんで黙ってんだよ。目合わせろよてめえらこの野郎。おいてめえ何回あくびしてんだこの野郎。あ、やっちまうっつってんだろてめえこの野郎。まああれだな。そしたらおいてめえふざけてんのかこら。あ、電源切っとけこの野郎。なにお前電話出ようとしてんだバカ。切れてめえこの野郎。お前バカ切れ。お前バカ切れ切れこの野郎てめえ。じゃあお前次はあれだな。ここにでっかくサングラスかくんだよ。どうだ。だから なんでおめえら目合わせねえんだよ。あ？だからよ。おい。あ？なんでだよ。お前決して何なんだよ一体次の。おい。あるよ。よお前全然いいだろお前。あ？マジおめえらのがよっぽど真面目にやってね。あくびしたり電話出てきてるよお前。なんだこの野郎。俺も暇じゃねえんだよ。暇じゃねえけどお前レストランのためにお前やろうとしてんのな。あお前協力し合えこの野郎。だ出すつもりだけどお前出すよ俺は。だからちゃんとやってんだろうがよ。いや、とにかく消してもらいてんだな。よしよしよし。でもこういうことだよ。ちげえよ。そんなお前失礼だろお前。俺がこれから作るっていうグッズお前なんで破くんだよ。なんで春子が悩まんなきゃいけねえんだよ。なんか失礼なことしたか俺よ。なんでだからアップにしてんだよ。なんで謝んなきゃいけねえんだよ。あ？いや、なん
でおめえそんなハルク・オーガンに対してお前そんな置いてんだよ。なんだお前大ファンか、ハルク・オーガンの。なんでファンでもねえのにおめえそお前チケーんだよ。なんでそんなお前援護してんだよ、ハルク・オーガン。だからパクリかけてねえだろうがよ。これは絵があんまりうまくねえからこうなっちまったんだよ。なんで帰ろうとしてんだよ。眠いしねえってさっき演習だとか言ってたじゃねえか。さっき嘘かてめえこの野郎。おいバカてめえ、おめえ電源切っとけっつったろ。おいこら、もしもしじゃねえよこら。おいお前ふざけんじゃねえよてめえこの野郎。くだらねえじゃねえてめえよこの野郎。何帰ろうとしてんだ。おいてめえちょっと待ってこら。おいちょっとお前、おい待ててめえこら。おいお前置いてくんじゃねえてめえこら。おい最後に今後の情報をお伝えしましょうか。10月13日土曜日はプロレスラブ in 島中ホームズ火災店。このイベントは当日にホームズ火災店で税込み1000円お買い上げごとに1名様が観戦可能となってます。買い物を楽しんでプロレスで盛り上がろうか。さあそろそろ今週のレッスルワン TV もお別れの時間となりました。この動画もしよかったらグッドボタン、評価をお願いします。ぜひチャンネル登録もお願いするで。公式 Twitter の方ではバシバシ最新情報も上げてるのでそちらの方もフォローお願いします。来週は10月24日後楽園ホール大会特集の第1弾をお送りします。今回のナビゲーターはチアワンの西原恵子でした。秋の夜長もレッスルワン TV や。